はい、実践不動産投資塾、今日もね、元気にやっていきたいと思います。家主業講座、今日はね、4回目の動画を撮っていきたいなと思います。4回目のお題はですね、シンプルです。悪口を言わない悪口を言わないっていうことなんですね。で、この動画を見られている方、皆さんどうでしょう。今までの人生でですね、まあ、年齢層さまざまだと思うんですけど、相手の悪口を言ってそのことが改善したり良くなったことってありますか。どうでしょう。シンキングタイム。はい僕はね、相手の悪口を言ってきて物事が改善したり良くなった経験っていうのは一度もありません。逆にその相手が恨みを買われたりとか嫌われたりっていうことはよくあります。皆さんも同じだと思うんですね。僕自身やっぱりね、若い時はね、やっぱりとんがってましたし、20代というのはとんがってましたし、張ってました。まあ逆に張ってなんぼだと思ってました、自分自身ね。で、まあちょっと考え方もロックな部分もありましたので、逆にこう反発してましたね。まあ、反発すると悪口はちょっと違うんですけど、自分と意見の違う相手とか考え方が違う人に対して悪口を言ったりしてました。陰口を言ったことも数知れずたくさんあります。で、その結果どうなったのかと言いますと、当然その方からは嫌われています、未だにね。で、やっぱりね、しこりがずっと残ってますね。で、物事は改善したかというと余計悪化しています。そういった経験って皆さんやっぱあると思うんですね。自分がその相手に対して嫌な王道、嫌な、ね、気を、ね、発すると相手にも必ず伝わるんですよ。逆でね、自分自身が相手のことを好きだとか、こいついいやつだなと思ったら相手も必ず自分のことを好いてくれてます。これはね、心理じゃないんですよ、仕組みなんですね。人間社会を構成する上でもう当たり前ですけど、そういう仕組みなんです。僕自身家族好きです、両親大好きです、嫁さんも好き、子供も好き、両親も好き、専務も好き、友達も大好き、周りが大好き大好き大好きでとなれば、たくさん贈りもくれますよね。自分自身に誕生日、この間誕生日だったんですけど、いっぱい物が届きます。まあ、それと一緒なんですよね。悪口言ってる人が贈りも届いたことなんか一度もありませんまあ結局ね、何か家主業にかかわらず入居者に対しての悪口っていうのは、思っても絶対に口に出しちゃダメなんですよ。そういう音っていうのは相手に伝わりますし、そういった部分はどっか違う角度でしっぺ返しが返ってきたり、その人じゃなくても全然違う人から手痛い目にあったりしますので、絶対に相手の悪口っていうのはね、家主業をされている方、特に人をね、相手にしている業になりますので、必ず言わないようにしましょう。まあね、この動画を見られている方はね、意識高い人も多いですし、いろいろ考えられている方も多いんで言わないと思うんですけど、今更ね、僕自身ね、すごく注意している部分ではあります。まあ、またね、こうやってね、実践不動産投資塾ではね、こういった考え方であったりとか、まあ、塾生同士のコミュニティというのをね、オープンチャット、 LINE のオープンチャットでね、いろいろ、まあ、無料でね、皆さん集まってコミュニティの方を作ってます。もしよろしければね、概要欄の方にリンク貼っときますので、そちらの方から入ってもらってね、お気に入り登録してください。ということで、今日は以上です。ありがとうございました。